子じゃない。あんた誰？ドクターエッグマン。キャー！テイルス久しぶり。すっごい、やるじゃんテイルス。でもどうしてこんな島までやってきたの？もっち、愛するソニックを助けるためによ。でも急がないと、エッグマンたち何か企んでるみたい。待って、ソニックは私が助けるんだから。しっ、大きな声出さないで。ふぅ、エミーローズ華麗に健全って感じ。へへ、そこまでテイルスに連れてきてもらっちゃった。でもいいのかな、そんな態度で。見れば随分とお困りのようですけど。偽物？黒いハリネズミの？教えたら私と結婚してくれる？チェッ、チャンスだと思ったのに。あの黒いハリネズミはエッグマンと一緒に今この島に来てるわ。でも何この部屋の落書き、ソニックが描いたの？あ、ちょ、ソニック、待ってよ。そんな、月が半分なくなっちゃってる。三人ってことは、私も。あ、ちょっと待って。マジ？ナックルズ、いいからどきなさいよ。あ、ちょっとテイルス。うん、やった。キャー！なんだか寂れたところね。宇宙に浮かぶ無人の箱舟ってわけね。これカオスエメラルド？もうどうしてか弱い乙女をほったらかしにするのよ。もうどうしてか弱い乙女をほったらかしにするのよ。ドクターエッグマン、ソニック、ソニック。ねえ、何なのこれ。誰なのこの人。そりゃあんたのことでしょ。もういつも私だけのけ者なんだから。あれはシャドウ。ダメよエミ、みんなだって頑張ってる。私も何かやらなきゃ。お願いがあるの、シャドウ、みんなを助けてあげて。意味ならあるよ。確かにあそこでは毎日争い事が絶えないし、あのおじいさんが言った通りわがままで自分勝手でバカな人間ばかりかもしんない。でもみんなあそこで生きてんだよ。一生懸命生きて頑張ってる。いつかみんなでもっと幸せになろうって頑張ってる。それだけでもあの星の未来を信じる意味があるわよ。だからお願い、あの星に住む全ての人たちにチャンスを与えてあげて。その可能性を奪わないで。あの星に住む全ての人たちに。シャドウ？やるわよ、信じてるもん。あの二人ならやってくれるって私信じてるもの。頑張って、ソニック、シャドウ。どうしたの、ソニック。二人とも聞こえる？コロニーはどんどん地上に向かって落ちてるわ。急いで大気圏に突入するわ。二人とも、もう限界、逃げて。二人とも、危険よ、逃げて。ソニック、シャドウ聞こえる？スーパー状態を保つにはリングが必要よ。リングがなくなる前に相手と交代するのを忘れないで。お願い。エミーローズ華麗に健全って感じ。いいからどきなさいよ。キャー！ソニックおめでとう。そろそろいっぱい溜まったんじゃない？ちょっと待っててね。よっと。ふふ。やった！やったね！やったー！私だってやるときはやるんだから！キャー！
頑張る。お話を選んで。どのシーンから始めるの？キャラクター選択よ。ステージを選んで。どれにする？これまでの結果を見てみましょう。ヒーロー、それともダーク？どれで遊ぶの？なんか、いろいろ変えられるみたい。いろんな曲が聴けるの。ID とパスワードを教えて。ファイルはどこにあるの？メモリーカード、刺さってないんじゃない？メモリーカードの容量がいっぱい。おめでとう。これでいいわね。ソニックチーム。世界中のみんなの順位がわかるのよ。そろそろいっぱい溜まったんじゃない？カートのドライブゲームよ。ダウンロードしたイベントが選べるわ。メニュー画面のテーマを選んで。あなたのテレビはどっちのタイプかしら？データベースを更新するわね。ちょっと待っててね。私の名前はエミーローズ。元気でラブリーな女の子。大変なことになっちゃった。プロフェッサージェラルドとかって人が大昔に仕掛けておいたプログラム。そいつが指導してこのコロニーが地上に激突しようとしてるらしいの。エッグマンも結局はシャドウに騙されていたみたい。ほんとならバッカじゃないとかって言ってやるとこなんだけど、そうも言ってらんないよね、この際。結局みんな協力してカオスエメラルドの暴走を止めにコロニーの一番深いところまで行くことになったの。残り時間はあとわずか。みんな頑張ってよ。祈り、涙、50年前の真実。